習志野市を拠点に活躍する社会人アメリカンフットボールチーム、オービックシーガルズ。今年もさらなる高みを目指す屈強な男たち。そんな彼らに密着するのがガルズ TV。 5月から始まった東日本社会人選手権カールボール、いよいよこの日が決勝戦です。2年ぶり5度目の優勝を目指すオービックシーガルズ。相手は強豪富士通フロンティアーズ。昨年の対戦成績は1勝1敗。シーガルズが唯一負けたチームがフロンティアーズなのです。いわば日本アメフト界のライバル同士。プライドをかけた一戦は歴史に残る名勝負に。第1クォーター6分、菅原選手からのパスを木下選手がキャッチ。相手を置き去りにしてタッチダウン。貴重な先制点をもぎ取ります。フロンティアーズも負けてはいません。シーガルズディフェンスを次々なぎ倒すパワープレイ、逆転に成功。取られたら取り返すシーガルズはキックで3点を加え9対7。しかし第2クォーター、フロンティアーズが見事なインターセプト。痛恨のミスから得点を奪われ9対14に。リードされたまま前半を終えるのは今年初めてです。ハーフタイム、大橋ヘッドコーチが檄を飛ばします。ゲーム終わった時に俺らがやり尽くすよ、そこに誇り持ってやりきろう。全員が今日のゲームはマイゲームや、言えるゲームをしよう。ええか、よし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 、マイティーマイルド。後半、気迫のこもったプレーの応酬。木下選手がこの日2つ目のタッチダウンを決めると、試合はさらにヒートアップ。フロンティアーズが得点を決めれば、シーガルズも負けじと食らいつき3度目の逆転。スタンドで観戦している習志野市の宮本市長もこの様子。この後フロンティアーズが気迫のタッチダウン。6点リードされたまま残り27秒、シーガルズ必死の攻撃が続きます。ファンもシーガルズの勝利を信じ大声援を送ります。しかし菅原選手がパスの相手を探しますが、フロンティアーズディフェンスに潰されてしまいます。残り5秒、シーガルズ絶体絶命のピンチ。それでもシーガルズの選手は諦めていません。相手ディフェンスをかわし、残り時間0秒、同点タッチダウン。勝利を諦めない姿勢が奇跡を起こしました。ここから延長戦に突入します。アメフトの延長戦はタイブレイクと呼ばれます。コイントスで先攻後攻を決め、敵陣25ヤードから攻撃を開始します。タイブレイク1回目は両チームとも3点を加え同点。2回目、先攻のフロンティアーズがさらにキックで3点を加え、シーガルズの攻撃へ。ここで見せたのはまたも菅原選手です。自らボールを持ち込みサヨナラタッチダウン。
激戦を制したシーガルズ、2年ぶり5度目となるパールボールを制覇しました。大会 MVP には2つのタッチダウンを決めた木下選手が選ばれました。試合後、残り0秒で奇跡の同点を演出し、最後タッチダウンを決めた菅原選手にインタビューしました。まあ、とにかく、あそこで点取らないと勝てないわけですし、本当にみんなの気持ちを背負ってフィールドに立ちましたし、このような形で点取れて、最終的に勝つことができてよかったです。このチームは絶対に勝たなきゃいけないっていう使命のもとやってますんで、負けて成長できることは一つもないですから、もうそのために僕らが成長するために勝たなければいけない試合だったので、本当に勝ってよかったです。アメフトの本格的なシーズンは秋、前人未到5連覇を目指すオービック、ますます目が離せません。